こんにちは、茂木和也です。トイレ掃除用の洗剤は大きく3つのタイプに分けることができます。1つはトイレマジックリンや泡ピタ、あと豆ピカのような中性タイプのもの。そして2つ目がですね、サンポールやトイレのルックなどの酸性タイプのもの。そして3つ目がドメストやトイレハイターなどの塩素系のもの。ほぼ全てのトイレ用の洗剤がこの3つに分けることができるんですけれども、とはいえ塩素系のものだったり酸性タイプのものは落ちはもちろんいいんですけれども、それだけ危険だったり刺激が強くて素材を傷めてしまうということがありますので、中には使いたくないというふうにお考えの方や、使ってもいいけれども小さな子供がいるのでできれば家の中にそのような強い洗剤は置きたくないので使っていないという方もいるのではないでしょうか。中性タイプのものでこまめにトイレ掃除ができていれば酸性タイプも塩素系もですね、使わなくて済むんですけれども、なかなかこまめに掃除ができませんという方はですね、汚れがだんだん頑固になっていきますので、どうしても酸性タイプや塩素系の洗剤の力を借りないと落とすことが難しかったりするんですけれども、今回はですね、そのような酸性や塩素系の力を借りずにですね、中性タイプのものだけで頑固な汚れを落とす方法をですね、ご紹介していこうかなと思っているんですけれども、ズバリその方法とはメラミンスポンジを使うという方法です。何も難しいことはありません。中性洗剤を吹きかけてただ擦るというやり方ですよね。酸性タイプとか塩素系の場合は化学的洗浄で頑固な汚れを分解して落とすというやり方になりますが、頑固な汚れに対しての化学的洗浄が使えないということであれば、ゴシゴシ擦るしかないわけなんですけれども、その擦り洗いにですね、非常に効果的なのがこのメラミンスポンジです。一見柔らかそうに見えますけれども、非常に硬度が高くてですね、頑固な汚れが落ちていくんですよね。例えば、トイレの便器につく汚れとしましては、まず黄ばみ汚れですよね。尿石が原因の黄ばみ汚れ。この口裏につきますけれども。あと、黒ずり汚れもつきますよね。口裏にもついたりしますし、この水が出てくるところの穴とかにもついたりしますし、あとはこの水面のところついたりしますけれども、そういった黒ずみ汚れ、あとは水垢もつきますよね。よく見ると鱗状にですね、汚れがついていたりするんですけれども、最近のトイレは使った後自動でシャワーで洗浄してくれる機能があったりしますけれども、あれはあれで嬉しいんですが、それが原因でですね、水滴がついて乾いてということを繰り返してですね、鱗汚れがついてしまうと、あれは水垢ですよね。そういった中性洗剤ではなかなか落とすことができない汚れをメラミンスポンジの物理的洗浄、擦り洗いの力を借りて落としていくというやり方になりますね。では実際にですね、掃除を始めていこうと思うんですが、合わせて一つ確認したいことがありまして、先ほど自動洗浄で鱗状の水垢がつくというお話をしましたが、酸性タイプでも落とせないケースの鱗状の水垢汚れもあるんですよね。で、その落とせない方の頑固な汚れはですね、シリカ水垢という水垢汚れなんですよね。そのシリカ水垢はですね、しばらくついた状態にしていると結びつきが強くて酸性タイプのものでも落とせなかったりするんですよね。ということで、このメラミンスポンジでそのシリカ水垢も落とせるのかというところをですね、今回合わせて見ていきたいなというふうに思うんですけれども、実際にうっすらシリカ水垢ついてますからお見せしますね。はい、ちょうど光に照らされているところ、鱗状に見えますよね。カメラ越しでもお分かりになるかと思うんですけれども、はい、ここのところ、光が当たらないと確認ができませんので、シリカ水垢が落ちるか落ちないかについてはここのところでしか確認できないんですけれども、確認がしっかりここはできますので、このシリカ水垢も落ちるのかというところも合わせて見ていきたいなというふうに思います。では始めていきますが、このメラミンスポンジを握ってこう便器を磨くというやり方ですので、もちろん手袋必要ですよね。今回使うのはニトリル手袋パウダーフリー、使い捨てのタイプですね。こちらを押してやっていきます。で、使う洗剤なんですけれども、今回はこちら
泡ピタ、こちらを吹きかけてメラミンスポンジでこすっているというやり方で洗っていきます。メラミンスポンジが使えるところはですね、陶器部分だけになりますので、残念ながらウォシュレットの方には使えないですよね。傷がついてしまいますから。便座裏とかにも頑固な黄ばみ汚れとかついたりしますけれども、ここについては残念ながらメラミンスポンジは使えないと。では洗っていきます。特別なことはないですよね。ただこう吹きかけて、この泡ピタですね、以前解説動画上げてますので気になる方は概要欄にリンク貼ってきますけれども、逆さにしてもしっかりスプレーできるんですよね。これが嬉しいですよね。もっと特徴的なところいっぱいあるんで、気になる方は動画の方でチェックしてみてください。で、吹きかけたらあとは磨いていくだけですよね。どうしても手に持って便器の中に手を突っ込んで洗いたくないという方もですね、おられると思いますので、ジョンソンの流せるトイレブラシありますよね。あの柄にですね、このメラミンスポンジをセットして洗ってみるというやり方が使えそうなのかどうなのかというところも最後に試したいと思いますので、はい。全然頑固な汚れがついていないので、ビフォーアフターという形でお見せすることができませんが、普通の中性洗剤をかけて基本的にはトイレブラシで洗われると思うんですけども、それで落ちない状態で洗っていくわけですから、結構こう力を入れてこすっていくということが必要になると思いますけれども、実際にですね、ちょっと力を加えてこすっていきますね。で、後でここシリカ水垢落ちたかもご覧いただきたいと思うんですけども、合わせて今結構こう力入れてこすってるじゃないですか。陶器表面の釉薬ツルツルしているんですけれども、ツヤがありますよね。そこに傷がついてしまうのかどうなのかというところも合わせてお見せしたいなというふうに思います。もちろん大丈夫だと思ってやってるんですけれども、実際どうなのかというところですよね。はい、洗ったら水を流します。濡れていますんでトイレットペーパーで拭きますね。ではここのところのシリカ水垢が落ちたのか、カメラを近づけてお見せします。はい、あ、残ってますね。残念ながら落とし切ることはできませんでした。少し薄くなってはいますでしょうか。どうでしょうか。もう少し力を加えてさらに時間をかけて磨くと、もう少し薄くなったのかもしれませんけれども、もしそれで落とせたとしても結構大変な作業になっちゃいますよね。なのでここを落とすという場合は、モテギカズヤとラップたわし、これがいいのかなというふうにやっぱり思いますね。鱗が邪魔でですね、便器に傷がついたかどうなのかというところまでははっきり確認が難しいんですけれども、この鱗が落ちないわけですから傷がつくということはやっぱり考えにくいのかなというふうに思いますけれども、ちょっと邪魔ではっきりとした確認はできませんね。ここのツヤツヤしているところでちょっとやってみましょうか。結構力入れてこすってます。うん、大丈夫ですね。ご覧の通り傷一つないですね。ツヤツヤしてますね。はい、なので傷については心配がなさそうです。では最後にこちらジョンソンの流せるトイレブラシの柄にですね、メラミンスポンジをセットして使えるのかどうなのかやっていきますね。こういう感じ。このメラミンスポンジはこの大きさに最初からカットされているタイプのものなんですけれども、見た目としてはちょうどいい感じですね。で、まあ、軽く引っ張っても全然取れてこないという状態ですね。このメラミンスポンジ擦っていくとだんだん小さくなっていくじゃないですか。そこがですね、ちょっと心配なところで、小さくなったり、あともう小さくならなくても力を入れて擦りますから、折れたり切れたりしてですね、この硬いプラスチックの部分が陶器についてしまって、それが傷の原因になったりするのは嫌ですよね。ではちょっとやってみますね。少し水をつけて。
できなくもないですね。メラミンスポンジのところをですね、こう折り曲げて、で力を加えて洗っていくというやり方をすると、このなだらかな斜面のところは磨けますね。あとここの平らなところもですねやれますね。うん、ただ注意しないとこのプラスチックの部分がやっぱりですね陶器のところに当たってしまうと。問題はこの縁裏ですよね。できなくも ないんですが、ちょっと怖いところがありますね。やはり気を抜くとプラスチックの部分が陶器に直接ぶつかってしまいますね。どこまで強く当たると傷がつくのか、もしくは傷がつくのかどうなのかもわからないんですが、嫌ですよね。ただ全然使えないということはないですね。使えることは使えるけれども、ちょっと微妙といった感じですね。サボったリングのところも押し曲げてですね、こうやって洗っていくと。いうやり方をすると、ある程度力を加えて擦り洗いができますね。こんな感じでしっかり捕まえててくれますので、今回のやり方ぐらいだったら途中で取れて落ちてしまうということはなさそうなんですけれども、あまりゴシゴシ強くですね、ブラシをこう動かしながらですね、やると取れてしまうことも全然考えられますね。このようなやり方もあるということで、使えそうだというふうに思われた方はチャレンジしてみてもいいのかなというふうに思いますね。ということで今回はメラミンスポンジを使ってトイレの便器内側についた頑固な汚れを落とす方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ただメラミンスポンジを使って磨き上げるだけじゃなくて、やはりですね中性タイプの洗剤を吹きかけて洗った方がいいのかなというふうに思います。その理由は中性洗剤で落とせる汚れもやっぱり頑固な汚れ以外にこうついていることがもちろんあると思いますから、そっちの中性洗剤で落とせる汚れを落としつつ、中性洗剤で落とせない頑固な汚れをメラミンスポンジの研磨の働きで落としていくということができますので、やはり一緒に使った方がいいのかなというふうに思います。我が家のトイレは TOTO製なんですけれども、今回ご覧いただいた通りここで試しましたが、傷がつくようなことはありませんでした。とはいえメーカー側ではメラミンスポンジのような固めのスポンジで擦り洗いすることについてお勧めしているかどうかは確認は今回しておりません。もしかすると NG となっている可能性もありますので、皆さんが参考にして試してみたいという場合はですね、念のため取説で確認されるのがいいのかなというふうに思いますね。でも見ていただいた通り傷はつきませんでしたけどもね。もちろんトイレのメーカーは TOTO だけじゃなくて他のメーカーもありますし、あとは表面加工とかもですね、いろんなタイプがあると思いますので、それによってはメラミンスポンジが使えないとか出てくる可能性もありますから、そこの部分の確認も必要ということになりますよね。一番間違いないのは取説を見るとかメーカーに確認をしてみるということだと思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。